よよろろししししくくおお願願いいまます。す、えー。今日のテーマはですね、はい、人生で起こる奇跡についてなんですけども奇跡、はい、で最近ですねその、まあ、和尚さんのどんなことを聞こうかなっていう意味でそのいろんな YouTube のタイトルとかを見たりするんですけど、うん、最近、まあ、奇跡のような幸運が訪れるっていうような <laughs> あ<ー>、まあ、タイトルが結構再現されてましてそれだけ多くの人が何かしらいい変化を 求めてるんだなって思ったんですけど、うん、で、和尚さんの視点で、その奇跡のような、いい変化を作っていくために、大切な考え方だとあります。そうですね。もちろん奇跡っていうのは起きると思います。人生で。うん、じゃあ、あ奇跡って何なのって言ったら。はい、種を、答えを知ってしまえば。はい、それって奇跡になります。ね、見たことないとか、経験したことないとか。うん、そう、体験したことない。 それを奇跡って言いませんでもその中身とか答えが分かる方程式のような感じ、はい、こういうことやってこういうふうになるんだよみたいな、はい、そういった答えが分かったら、はい、それはもう奇跡じゃないんじゃないですかと。と、ねうん、いうことは奇跡が起きるとか奇跡を起こしたかったら、はい、うんと知るることとっってていいうのが大事になななくるんじゃかもっと簡単に言うなら例えば手品、はい、マジックね。 手品を見たと目の前で、はい、その手品を見て見た瞬間に例えばカードが当たったとか、はい、まあいろいろこうコインがすり抜けたとかいろんなマジックあると思うんですけど、はい、その時って見たことないようなマジックを見たら、はい、うわっすげえって思いません、はい、なななななんんんか奇跡みみたたいい感じでですよね、はい、なんでそうなるのっていうことはでもそれをそのマジックマジシャンがね、はい、種明かしをしたとしましょう。 種明かしされて「なるほどな」って種明かしされた知識があったと、はい、じゃあもう一回同じマジックを見たら、はい、それあ確かにすごいゃうそ,そうなんですよもう知ってるからね。<laughs> はい、っていうことは知らないからこそ奇跡なんですよ。<ー> ということはその、例えば私の YouTube 見たりしていろんな奇跡が起きているっていう方もいらっしゃいますけども例えばこの喋ってるお話を何回も聞いていただいたりとかで何回も見ていただくことに何か腑に落とせる内容とかもあったりするゃあじゃあ「お嬢さん言うてるからそういうふうに実践してみようかな」とか「ちょっと手合わせてお祈りしてみようかな」とか「あこういった気持ちで先祖をしてみようかな」とかっていうふうな ちょっとした意識を変えるとね。奇跡だったことが起きてくるんじゃないですか？でも、今度はその人が同じように専属医をこういう気持ちであったとか。こういう風うな気持ちで生きてみようかな。とかあ、そんな気持ちになったらネガティブになるから、こんな風にやってみようかなとかって。まあお話聞いていただいたことで、それを実践してもらうと、もうそれ奇跡じゃなくなるんですよ。当たり前っていうことになってしまうんですよね。うん。 なので「奇跡」っていうのが起きるタイミングっていうのはやっぱり自分が学ぼうとした時に見えてくでもそれをじゃあ学べば次はそれは奇跡ではなくって自分の知識や知恵っていうものに変わっていく。っていうことは今度はそれ同じように困った人や苦しんでいる人を そういう言葉や、そういう技術を用いて、奇跡を起こしてあげれる人に変わるんかな。っていうふうに思います。はい。なんか奇跡って聞くと、なんか向こうからやってくるみたいなイメージやったんですけど。うん、奇跡起こる街みたいなイメージやったんですけど、うん、実際、確かにそうじゃないんですよね。うん、そうですね。待ってて、やってくるものではなくて。うん、そ,うそうやって、学びを経て、何か変化するから。奇跡が起こる。そう,そう。だから、まあ、強いて言えば。 あこういうのを学べ、学んどけよっていう時に奇跡って起きるのかもしれない。もうそれこそいい未来に自分、未来に成功してる自分がいたら、じゃあ成功してる自分からメッセージが届いたと思えば、お前こういうことを学んどかないかんよと。でもその時の自分はまだできないんですよね。乗り越えれてない。苦しんでるかもしれない。でもそういう時に未来の自分からメッセージ届いて、じゃあこういうふうにしたら奇跡が起きたよって。 えその奇跡って何でこんなんが起きたんだろうって追求していくとその答えが見つかるっていううん、うん、だからそういったことをまた自分の中で受け入れていく姿勢があればどんどん奇跡っていうのは自分のものに化けていくんじゃないかなうんだから最初は奇跡だけどもそれが実践で自分のものになれば身,身につけばね頭で覚えたって無理ですよ身につくっていうように やっぱ身につけていくってことは行動を起こすっていうことなんで、うん、その癖が身につけばその奇跡っていうものは自分のものに変わっていくんじゃないかなと思います,、うんすね、だからそういった変わらなきゃいけない時とか変化するときにやっぱり奇跡は起きてくるあとちょっとまた別視点のその奇跡の話なんですけど大城、はい、さんはよくそのありがたいありがとうのありがたいや、うん、るのは難しいってよくおっしゃってるんですけど。 そそれも奇跡っっていううこととななのか思たんでですすけどねだからあることが難しいってお話していますけどまあ本当に難しいっていう漢字を使うと困難とかさ至難とかさやっぱ難っていうのはあるものですよと。なのでやっぱりいろんな困難があるのがこの世なんだから難をなくしたいと思うのが「無」なんでしょ。 難がないって書いて無難って読むんやから,だから無難で行きたいんやけどもでも無難っていうのはないわけなんですよ本当はなんでかってったらこの世の中苦しみで苦しみがベースなんですよとまあ、苦しみっていうのは前もお話してるようにまあ、お釈迦さんが言う宿泊と一緒で思い通りにならないから苦しみって言ってるんですねで思い通りになるためには努力していかなきゃいけないし学ばなきゃいけないって考えると じゃあ無難でありたいって思う時っていうのは誰かと比べてる時が多いんですよ。うん。だから自分が困難や苦しみ。苦難に今出会ってるとでも困難に出会ってない。人ってどっかにいるわけじゃないですか。今その困難になってない人を見て、あ,あの人はいいな。無難だなっていう比較をしてるわけなんですね。うん、そうするとその比較した。比較するから自分は困難だ。だ いうにっていうことは困難や苦難至難こういったものがあ,あるのがこの世の中でないからじゃあ無難になりたいんだけども無難にするためにはね難がなくって書いて「無難」なら難があると書いたら「ありがとう」って読むじゃないですかと。うん、だから難があるからこそそれを「ありがとう」っていうことができたら「 そそれここが無難っていいうことにななるんじゃないですか、うん、だから無事無難でありますようにっていうことはちゃんと困難や苦難や死難がちゃんと自分たちの目の前の世界にあってだからそれがあるからこそありがたいんだよとなぜかって言ったら教えてもらえるから学びやから、うん、だから奇跡っていう話と一緒で <laughs>、うん、奇跡が起こ,なきゃ起こんなきゃ困難乗り越えられないじゃないですか。 うん、じゃあその奇跡っていうのは困難があるから奇跡が起きる苦難があるから奇跡が起こるいわゆる苦しむからそこに奇跡があるそれが知恵であり知識であるじゃあその奇跡を自分の目の目の目の当たりにした奇跡を自分のものにしようというあの学習ができればそしたらもう次の困難には出会わないから同じ困難には出会わないからそれを無事無難っていうんじゃないかなと。 はい、そう考えると人間っていうのはやっぱり常に、ね、成長っていうのはやっぱりし,し続けるっていうそうですそうですだから思い通りにな,りなろうとするならばやっぱり努力しなきゃいけない、うん、一つ目の前にある難を解いていかなきゃいけないでしょそこから逃げたり避けて通ろうとしたら今解けなかった問題はもっと難しく難しい問題となってやってくるわけ。 うんまあ、よくある話職場は嫌いじゃないけど嫌いな人でやったとじゃあそこにね仕事は好きなんだけどもその人がいるからもう逃げるようにやめましたとで次の就職先行ったら必ずもっと嫌な人が来ますからね、うん、これさっきの,あの前回の職場の方がマシだったなみたいなぐらいもっとひどい人が来ると思うんですよ。っていうことはそこは乗り越えなきゃいけないからじゃないですか人生と一つの壁として。 でもそれを乗り越えることができた時に「何ではなくなるんでではくるすよねおかげさま」っていう言葉につまり「ありがとう」に変わるわけ、うん。おかげさまに変わるっていうことはそれを乗り越えようという意思が必要やしでも乗り越えたら乗り越えようと思った時に大体「奇跡」って起きてくるんじゃないですか。うん、でその奇跡をじゃあ自分のものにしたら「ありがとう」っていう言葉に変わると思うし「おかげさま」っていう言葉に変わると思うし。 はい。なので、えー、難があるっていうことは大切なことじゃないかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。